白山菊、アスタースケーバーは、秋の産地に咲く農菊の一種。茎は高く伸び上がり、白い菊の花をまばらにつける。高く立ち上がる、多年性の草本。茎は立ち上がって高さ1から1.5メートルに達する。根室用は卵心型の養身に長い傭兵がある。ただしこれは、花の時期には枯れてしまう。時として、葉の上に無正面のように見える。 虫栄を生じる。茎の株から出る葉は、養心の形は、卵心形で、長さ9から24センチメートル、幅6から18センチメートル位で、先端は短く突き出して尖る。また葉の縁は、死が縁つまり葉が並んだような、縁に突起が並んでいるが、それがそれぞれ葉の中心から外向けにまっすぐ、突き出しているような形である。 また葉の裏表両面には短い毛がやや密生していてザラつき、葉質は陽子質。また6から15センチメートルの葉平があり、その円には葉芯から流れる翼があるか、またはない。茎の中央から上にかけても葉があるが、それらは上に行くほどに葉芯が小さく、また柄が短くなる。夏季は8から10月。茎の先端に緩い参謀状に白い花をつける。 頭花は計18から24ミリメートルで、花柄は長さ1から3センチメートル。双方は長さ4から5ミリメートルで3列が重なり、ゆるく瓦を吹くように並んでいる。筒との先端は丸く細かな毛があり、円は薄くて乾燥している。絶帳花は6枚前後で、この類では少ない方である。筒状花の花冠は長さ5.5ミリメートル。 痩せは頭皮心状腸楕円型でやや丸くて、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル、幅1ミリメートルで無毛ただし末端には、寒毛があって、長さ3.5から4ミリメートル、長さは不揃いで、表面はザラつき、最も長い毛は、先端が少し太くなっている。寒毛は、淡かし色を帯びている。和苗の意味は、白山菊で、花が白く、 山に生えることにより、紫の花をつける根菊に対しての名と見られる。なお、同族の白嫁のの別名に山白菊があり、これもおそらく同じ意味であるが紛らわしい。日本では沖縄を除くほぼ全域で見られる。国外では、アジア大陸の北部に広く分布し、朝鮮から中国、ウスリー、アムールまでに広がるが、カムチャッカ半島から千島にはほとんど参しない。 丘陵では明るい雑木林や林園部によく出現し、山地では崩壊地にもよく出現する。かつてはおみないし、われもこ釣り金人参などとともに茅原に出現する代表的な草花であった。猪狩正氏は松虫草や秋の麒麟草とともに高原に白いの菊が咲き乱れていたら、まず本種である、と記している。 秋に白い花をつけるのギクに類する植物は数多いが、茎の株の葉が卵心形になる点が独特で判別は容易である。この属内の分類としては、本種は白山ギクブシセクト、テリシャキニアムに含める。共通する特徴は、種子が円筒形であることで、他に小物ギクエコマノンシスや沢白ギクエラガロッシャスなどがあるが、総じて花が小さくてまばらで。 見栄えがあまり良くない。また、沢白菊との間に雑誌を形成し、長柱山菊へ関も良い牧野と呼ばれる。若い芽を摘んで食用とすることがあり、このことから嫁名に対して、婿なと呼ぶことがある。花の干渉価値について意があるまさしは、絶情花はまばらで地味だが、他の秋の野草と群れ咲く姿は、なかなかのものと述べているが、言い換えれば、 単独での干渉価値は低いということだろう。特に栽培されるとの情報はない。以下、主として、佐竹ほか、P195 巻の、P623 日本円色中衛図鑑、P294 添島、P104、北村ほか、高橋監修、P368 高橋監修、P369 猪狩正 P P154 高橋監修、 P368 いがりまさし、P154 高橋監修、P368 いがりまさし、P152 いがりまさし、P156 六エジ P104 イガリマサシ、P154? ありがとうございます。